年の8月の10日月曜日、祝日ですね。山の日ってなってましたね。今年からですかね、これ初めて聞くような感じですけれども、はい、かなり天気の良いお日柄で、今日はですね、ドライブの予習、101番目の動画、101回目のプロポーズとかってありましたよね。101番目の、ドライブの予習やっていきます。よろしくお願いします。この道路はね、阪神高速の31号やったかな、31か2なんですよ。新しいルートでご案内します。31号の神戸山手線やったかと思います。制限速度60キロ、左方向です。神戸長田という入り口からスタートいたしました。31号で合ってますね。このルートは何回かご紹介したことありましたっけっていう感じで、まあ、あんまり撮影してないかな、こんなところは。新しいルートでご案内します。今日は、神戸の方から目的地姫路の西川、姫路西辰野のあたりまで行くんですけれども、8月10日、まあお盆前、夏休み真っ只中っていうこともありまして、お天気もよく、そして8月9日10日、日曜月曜日、これ連休になってますので、大変混んでるんですよ、道路が。だいたいね、淡路島に行く垂水ジャンクションというのがありまして、淡路島に渡っていく神戸淡路南東自動車道という道路があります。その道路のおそらく、垂水ジャンクションあたりから、第二神明須磨を通り越して阪神高速3号神戸線入ります。3号神戸線入りまして、ずっと来まして、灘区か東灘区で、かなりもう20キロ前後の渋滞はあるものということで、まあ、私はその渋滞には今日はまってなくて、加古川から帰ってくるときに、うわ、この渋滞はまりたくないなと思って、それでこっち来ようかなっていうふうに判断したんですけれども、姫路西の方に行くだけだったら、阪神高速3号神戸線から第二神明道路、そして、加古川バイパス、高砂バイパス、姫路バイパスみたいなことで、結構国道2号のバイパスを利用して直線的に行けばかなり早く、距離的には短く行けるんですけれども、もう淡路島からずっとつながりっぱなしなんですよね。神戸の方まで20キロぐらいで、2車線の道路、左側の車線がずっと淡路島からずっとつながってる道路になってまして、右側だけしか通れないと、まあ、そういったこともありまして、大変走りにくい状況かと思いますので、ちょっとこっちに逃げてまいりました。普段から中国道や山陽道に出ていくときも、こっちの道路よく使うんですけれども、はい、今現在31号の神戸山手線ですね。神戸山手線、制限速度60キロ、今の出口は妙法寺出口やったかな、ありました。でその次が白川南出口というのがございます。まあ、配達に行くときはよくこの白川南というのもよく使うんですけれども、今回はこれ通り越していきます。左手映ってないんですけども、この土手駆け上がったあたりに須磨東高校っていうのがあるみたいですね。カーナビで書いてあるんですが、まだ私は見たことございません。はい、白川南出口、入り口あったかな、入り口もあるな、そうです。白川南インターの出口、そして間もなく白川南インターの入り口、白
川トンネル 1108m となっております。制限速度は 60km です。神戸山手線で山の中をぐっとこうやってトンネルがいくつも続くんですよ。およそ2キロ先に分岐がございます。その分岐は左の方に取ると、あの姫路方面、山陽道姫路と書いてたかと思いますが、そちらの方には行かずに、そちらの方で行ってしまうと、あの神戸淡路鳴門自動車道の方に出てしまったかと思うんですけど、どっちで行こうかな。そっちで行くか。まあ、どっちからでも行けるんですよ。ジャンクションがいっぱいありましてややこしいので、ね、伏せ畑のジャンクションの方からじゃあ行きましょうか。今日は私の今回のルートの予定としては、このまま7号北神戸線に入るんですが、三田宝塚方面に行って、そのままずっと行って6号北有料道路っていうところから、山陽道に入っていこうかなと思ったんですよね。山陽道は神戸北インターだったかな、そっから入ろうと思ったんですが、ちょっとやめます。あれ、何インターって言ったかな。ミキインターじゃない、三田インターだ、なんかインターじゃない、ジャンクション、白川ジャンクション右に取ると三田宝塚方面、左に取りました。およそ2キロ先、分岐を左方向です。7号北神戸線南向き、海の方に向かって走る感じになっております。そして2キロほど先に、伏せ畑ジャンクションというのがございます。徳島姫路と書いてありますが、伏せ畑東出口、本当はね、反対向き対向車線の方から来る予定だったんですよ。第二神明の妙谷ジャンクションというのがありまして、でそのジャンクションは3つに分かれるんですけども、第二神明北線というのと、神戸淡路鳴門自動車道で淡路島に行く方と、そして山陽道に行く方、山陽道に行く方がこの対向車線ですね、向かって反対側の車線、これを向こうから来る予定やったんですけれども、まもなく分岐を左方向です。向こうから来る、まだ違うな、これは阪神高速7号北神戸線行くの、まだ違うか、山陽道までまだ出てないので、阪神高速7号北神戸線はほとんどの区間制限速度70キロです。はい、徳島山陽道というこの道路に書いてあります。これを入って、あんまりね、こういう走り方しないんでね、ちょっとね、間違いがいっぱいすでに今の時点であります。ご容赦ください。口で言ってるのは、頭で思ってるのは、ちょっと勘違いがあって、間違いを口走ってるんですけれども、ルート的にはこれで合ってると思います。ちょっとね、カーナビに騙される場合とかは、たまにあるんですよ。カーナビがおすすめしてくる最短ルートみたいなのが、そのルートは渋滞するやんけみたいなんで、行きたくないところわざわざ紹介される場合がありまして、まもなく料金所です。それに逆らいながら走るので、右方向です。はい、これですね、料金所をくぐりました。はい、これ右に取ります。左に行くと淡路島徳島と書いてございますが、
右にとって山陽道と書いてる方ですね。伏せ旗ジャンクションから、山陽道入っていきたいと思います。カーブね、かなりきついのでご注意ください。雨降ってる時とかハンドルミスったらダメです。でこの道路は、まだ山陽道ではないか、神戸淡路鳴門自動車道なのかな。神戸淡路鳴門自動車道はね、今 4.8 キロポストなので、あと 4.8 キロ進みますと神戸西ジャンクションというのがおそらくございます。で その神戸西ジャンクションじゃないわ、神戸西インターというのが出発点になっておって、徳島県の方までつながっておる道路です。私の今向かっている進行方向と逆向きが淡路島ですね。私が向かっておるのはこれ山陽道の方、山の方に向かってどんどん海の方から山の方へ向かって走っております。神戸西インターまであと4キロ、三木ジャンクションまで14キロ、この三木ジャンクションというところから山陽道に入ってまいります。普通車が制限速度100キロ、大型車が80キロとなっております。そして最低速度50キロですね。最高速度は100キロと80キロなんですが、最低速度も50キロ、50キロを下回らないように走ってくださいよということをわざわざ書いてございます。ノロノロ運転にはご注意ください。ちょっと走りながらね、行き当たりばったりでルート決めてるんで、ちょっと前半戦グダグダになりましたが、本当はね、六甲北有料道路の方から行って、神戸北インターから山陽道に入りたかったんですけれども、その神戸北インターというところよりもさらに西っ川に三木ジャンクションというのがあるんですよ。で姫路の方に、西っ川に向かっていくので、より進行方向に近い方向で乗るっていうことで、ちょっと先ほど急遽ルート変えちゃいました。こっちの方がね走りやすいんですよね。道が広いし、そんなにガタガタしてないし、ちょっと六甲北有料道路っていうのはこういう幹線の高速道路じゃなくてマニアックなっていうか、ローカルの有料道路なので、結構道が狭かったりガタガタしていたり古かったり、あんまり走り心地のいい道路ではないんですよ。はい、2キロポストまで来ました。あと2キロほどで、神戸淡路鳴門自動車道が終わります。神戸西インター出口が 1.3 キロ先でございます。神戸淡路鳴門自動車道は、神戸西インターのあたりまでとなります。 1.5 キロポスト、100% のかなりきつい下り坂です。およそ 700m 先、斜め右方向です。ちょっと減速をかけないと出すぎるな、これ。およそ 300m 先、斜め右方向です。ここから制限速度60キロになります。 0.6 キロポスト、 0.5 キロポストあたりで神戸西インター出口ですね。その先に合流があります。注意してください。はい、ここから制限速度40キロです。神戸淡路鳴門自動車道、そして山陽道併記されております。神戸西本線料金所、
本線料金所超えました、キロポスト何キロだろう、神戸淡路鳴門自動車道のキロポストのなくなりましたね、0キロを超えたようです。あの料金所超えたところからもう山陽道に入ってるみたいですね。30日やったかな、少しあの道路交通法変わりました。で、煽り運転厳罰化ですよね。今までも煽り運転はあの取り締まりこそ少ないものの一応罰則あったんですが、かなり厳しくなりました。で、どう変わったかというと一発で25点あのいきなり免許を失うということになります。で、2年やったかな、あの再取得できないみたいな感じではなかったでしょうか。で、罰金がね、50万から100万か、なんかそんな高額なあの違反金になってたかと思います。まあそれが一番軽いやつやったかな。2番目の煽り運転が原因であの事故を起こしたり死亡したりっていう、煽り運転しただけじゃなくて事故した場合はさらにもう一つ罪が重くなったかと思いますけれども、しぶれ山トンネル 2510m、 煽り運転もね罰をきつくするんじゃなくて取り締まりをちゃんとやってほしいんですけどね、難しいみたいですね。まあ、だいぶ普及してきたとはいえ前だけしか映してないとかいうドライブレコーダーとかまだまだあるかと思うんですよ。もう前も後ろも横も全部映す360度撮影しているっていうようなドライブレコーダーが必要な時代になってきましたね。これはあの世間 の運転マナーが悪いっていうかね、結局日本の国民みんなどっち向いてもドキュンばっかりやないかみたいなね、そのちょっと行儀のよろしくない人ばっかりがもういるもんだと思って防衛しようと思ったら、まあ、防衛運転だけではなくて設備的にもドライブレコーダー360度やっぱり撮影できるように備えておかなければならないのかなと、まあ、そういったものでもないとそうですね、市街地街の中に取り付けられている監視カメラみたいな防犯用のカメラみたいなのでは一部区間しか撮影できないので煽り運転の証拠にはなかなか使いにくいらしいんですよね。まあその時たまたま車間距離が短くなってただけじゃないかとかそういう言い逃れができてしまうんで継続して煽られてますよっていうことが証明できるというふうにしようと思うとやっぱりドライブレコーダーで自分で撮影しないといけないと、まあ自分でというよりは自分のドライブレコーダーが前しか映してなくて後ろから煽られてる分は全然撮影してなかったというにしても、警察を呼んで警察が到着した時に煽り運転をした側が、ね、ドライブレコーダーに自分で煽り運転してる証拠を撮影しておったりとかして、それで初めての違反の逮捕された方は自分が撮影しておった分で証拠になって逮捕されておったみたいですけどね。だけではなく、その煽り運転厳罰化ということで、ちょっとした道路上のいざこざで、ね、もう意地になって前をわざわざ封鎖しながらというかノロノロ走る人とかもいらっしゃいますからね。こ
これはこれで通行妨害みたいなことで煽り運転みたいな厳罰はないんですけれども、 あれはあれで警察に通報したらそれはそれで捕まるかと思うんですけれども、煽られる側っていうのはあんまりね、世間では何も言われないんですけれども、煽られてるんやったらともかく煽らせてる場合があるんですよね、たまにね。わざとノロノロ走ってわざと煽り運転をさせて、そして警察に突き出すみたいな、そういう根性の悪い人もおるんですよね、世の中には。そういらん、その喧嘩売るような走り方せんと普通に走ったらいいのにねと思うんですけれどもね。そういらんことは思いつくんだけども、やらないといけないことはしないみたいな、普通に安全運転すればいいじゃないかと思うんですけど、まあ私もこうやって動画撮影しておりますと、そういう場面にはたまに出くわすんですけど、およそ2キロ先分岐を左方向です。はい、言ってる間に三木ジャンクション2キロほど、あと2キロですね、山陽道に入っていきます。完全に事前に予約制になってまして、電話かインターネットで申し込みして事前に完全予約制で行かないとダメなので、まあ融通は効かないんですけど、その代わりあれなんですよ、他府県の試験場みたいに3時間も4時間も待たされたわみたいなことはなかったんです。更新とかもこのコロナ災害のせいで滞っておったかと思いますが、私も6月の誕生日で8月に入ってようやく更新できましたけどね。はい、ごちゃごちゃ言ってる間に何やったっけ、三木ジャンクションですね。三木ジャンクション岡山広島方面はこちらです。山陽道大阪方面は今のところまっすぐ行かれたらよろしいですけど、ドライブの予習の動画もね101本作ってるんですが、まあだいぶ空いてしまいましたね。最近ちょっと政治の話ばっかりしてまして、ドライブの予習の動画サボっておったので、あんまりね喋りがもう一つ滑らかにいきませんね。ちょっとグダグダ感が随所に出ておりますけども、はい、三木ジャンクションから山陽道本線に入りました。 16.1 キロポスト、この 16.1、16.2、これの0キロポストはおそらく中国道から分岐した神戸ジャンクションというところが0キロかと思います。59分になりました。出発した時に何分って言ってたかな。はい、三木東インターまで1キロ。山陽道はねおそらく出口しかないとか入り口しかないとかいうことなくて、出口も入り口も両方あるかと思います。尾道とか福山とかあの辺がちょっとややこしかったかな。広島の方もめったに行かないんでね、あれなんですけど、大竹岩国バイパスじゃない、なんか
途中で山陽道が2号線になるみたいな、どうなってたかな。はい、三木東インター出口 17.7 キロポストです。13時ちょうどになりました。この辺りは 3% のまあまあきつい下り坂です。速度注意ちょうどになる出すぎる。はい、18キロポストを越えて三木東インター入り口 18.2 キロポストあたりで合流いたします。13時変わらず。世界の死者数が何十万人やったか、70万人ぐらい死んでるんやったかな。2000万人ぐらいの感染者に対して70万人ぐらいおそらく死んでるんですよね。死亡率はそんなに高くないんですが、それでも、ね、1万人2万人とかじゃなくて、あの広島の原爆でじゃあ何人死んだんですかみたいな、そういう話なんですけど、まあ、全世界70億の中で2000万人近い方が感染されまして、そのうち70万人ぐらいがもうすでに新型コロナのそのウイルスによってお亡くなりになっておると、まあ、武漢肺炎と言われてるやつですね。中国の武漢があの出どころです。しますではなく自粛してくださいよっていうお願いですね、要請っていうことで、ちょっと中途半端な政策やったんですけども、それをあんまりガチガチにやらなくて、世界の他の国はロックダウンって言ってあの都市封鎖までやったんですが、日本はちょっとあのそこまでやりたくないっていうことで、政府もそれをやってくれと言ってしまうと、それだけね、あの皆さんに家から出ないでくれっていうことをお願いするからには、仕事に行かなくても生活できるようにということで、あの保証するっていうか、生活費、ね、あの政府が出してあげるみたいなことでお金配らないといけなくなるっていう、それが嫌なもんだから、あの世界中の多くの国がロックダウンといって、あの都市封鎖、ね、街から出ないでくださいみたいな、そういうことで、 あんまりむやみに出歩いてたら逮捕されてしまうみたいな、そんな国もあるみたいですけど、それをやってしまうとあの経済が回らなくなってしまうのでということで、なるべくやめといてねみたいな、そういう中途半端なことを言いながら無責任な話ですけれども、日本はそういう政策で乗り切ってきました。日本の感染者数どうやったかな、1万人超えてたかな、で死亡者数が1000人ぐらいかな、今そん
んな感じだと思います。でちょっと前にあの経済の話します。世界の経済の話、100年近く前にあの世界恐慌というのがありまして、世界大恐慌というのがありまして、あれが1929年から3年ぐらい続いて1932年ぐらいまで続いたんですけども、あれ の, あの年間 の, そのアメリカの GDP の、下げ幅というかね、マイナス 12.9% かな。まあ世界の先進国アメリカの国内総生産 GDP の数字がマイナス 12.9% ということで かなりきつかったらしいんですが、今回の、コロナウイルスのこの災害、まあ、今年2020年に入ってまだ4月から4、5、6月だけのダメージなんですけれども、それでもね 32.9% マイナスらしいですよね。アメリカが 32.9% マイナス、そしてヨーロッパですね、ヨーロッパの方はもう一つひどくて4割超えぐらい、40% オーバーぐらいのマイナスが出てるらしいんですよ。非常に厳しいですよね。国内の総生産であったり総所得が4割減るっていうことですよね。まあ、日本で同じ4割という数字に なったと仮定して説明すると、あ、ちょっと待ってくださいね、これ、ミキサービスエリアです。ミキサービスエリアが 25.2 キロポスト、ミキオのインターが2キロ先にございます。はい、ね、日本の GDP が、2019年の GDP が550兆円だったかと思います。これ世界第3位ですね。第1位のアメリカが2200兆円ぐらいで、第2位の中国がいくらやったかな、千何百兆円やったと思うんですけど、第3位の日本、世界3位の日本が550兆円だと。で、これの GDP40% マイナスっていうことになると4掛けして、そうですね、もし220兆円ぐらいなくなるんですかと、550兆円、220兆円減りますから330兆円ぐらいまで減ると。まあこれは一言ではないんですよね。あの国のお金がちょっと減るんでしょうとか、政府が苦しいだけでしょうとか、そういう話じゃなくて、国内総生産であり、国内の総所得なので、私を含めて皆さん一人一人の所得が、年間所得が 40% 減るっていう話ですから、例えば皆さんが年収500万の人やったとしたら、 40% 減ということで、年収が200万減って300万ぐらいになりますよ今年は、みたいな、そういう年になるんだと。でヨーロッパの方は 40% 減なので、そういうことになっております。でアメリカは 32.9%、 約33分の1の GDP が失われますということで、非常に大きいんですけど、はい、ミキオノインター 27.2 キロポスト13時8分になりました。道路の説明だけしてろよって感じですけどね。はい、ミキオのインター下を走っている道路は175号線、国道175号線です。明石の方から、神戸西区の方からずっとミキを抜けて西脇とかあっちの方に抜けていく、そういう国道です。はい、その175号線から上がってきたりするミキオのインター入り口合流、28キロポスト13時9分になりました。で、アメリカがマイナス 32.9 でヨーロッパが 40%、 じゃあ日本はいくらですかって言った時に、日本はね、ブルームバーグっていう、メディアかなんか知らんけれども、そこが4月の頭ぐらいに下方修正ということで、日本の GDP マイナス 25% ということで、4月の時点で日本の分を発表されておったんですが、今現在8月なんで、ね、もう4ヶ月経ってますので、それはブルームバーグじゃなくて政府が出してる数字になってくるんですけども、
政府はなんか 4.5% とか言ってるんですよね、日本の GDP マイナス。ほんまかって話ですけどね。一応 4、5、6月、ね、あの緊急事態宣言が発出されて、皆さんにあの経済活動をやめてくださいよって言って、なるべく家から出ないようにとか、あの外出控えてくださいねって言ってた時期がマイナス 25% なんですが、 4、5、6月を含めて2020年1年間で見た場合 4.5% じゃないかというふうに政府はそういう数字で発表しておるんですが、おそらくね 10% 超えてくるかと思うんですけど、これをね 12% とか 13% とか言ってしまうと国民のねすごく怒りを買ってしまうというか、政府は何をやっておるんだということで国民が怒り狂うということで、数字少なく言いたいんですよね、日本国政府は、安倍総理は。で 4.5% っていうのは明らかにちょっと少なすぎるんじゃないかと思うんですけどね。 4、5、6月のマイナス 25% を乗り切って V 字回復したとしても、このまま順調に回復していったとしても 4.5% っていうことはなくて、おそらく軽く済んでも 7、8% はマイナスになってくるかと思うんですけれども、では皆さんの今年の年収は去年の年収と比べて約1割ぐらいは下がるんじゃないかと。500万稼いでる人やったら50万ぐらい給料下がるんじゃないですかみたいな、まあ、そういう1年になってくるかと思います。で、新型コロナの、この騒ぎというのは終わったわけじゃないんで、 4、5、6月で終わったわけじゃないんですよ。まだワクチンも何もできてなくて何の解決もされておりません。今まではロックダウンしたりとか、経済活動を一旦ストップさせてっていうことで、無理やり感染拡大を止めるっていう、そういう政策を取られておったんですけども、そんなこといつまでもやってられないということもありまして、ね、経済活動、コロナの蔓延に注意しながら経済活動を再開してくださいみたいな、いわゆるウィズコロナという、コロナと一緒に生活がありますっていう、そういう方向に政策が切り替わりましたんで、だから今までほど落ち込みはきつくないにしても、やっぱり何の解決もされてないので、おそらくこの先1年2年はこういう状態が続くでしょうみたいなことで、まあかなり経済やばいですよ、世界的にもやばいんで。だから先ほど申し上げた1929年から32年くらいまでの世界大恐慌、あれが第一次世界大恐慌とするならば、今回のが第二次世界大恐慌になるんではないかと言われております。世界的に70億の人口が、ね、もう大不況に苦しむという、そういう 2、3 年になっていくんではないかという経済予想ですね。で、こんだけね、やっぱり経済が傷ついたりとか、いろいろ不況で大変であると、こういう時には減税をしてね、政府としては政治家ができることといったら税金を軽くするということで、経済の再生立ち直るよう促すみたいな、そういう政策を取るべきなんですが、日本の政府はちょっと今現在消費税の増税をアップを考えておるみたいな話ですよね。なんだろう、故障車かな。原稿パーキングエリア、まもなくです。
夜間閉鎖、姫路西からバイパス方面まで9月何日って書いてたかな、ちょっとちゃんと読めなかったですけど、この夏終わりぐらいから道路通行止めみたいにするみたいですね。はい、35キロポスト、これは中国道から分岐しまして、神戸ジャンクションから35キロということになるかと思います。だいぶ政治経済の話が長くなりましたが、このドライブの予習の動画は別にあれなんですよね、あの道案内だけやから別にね、インターがありますとかジャンクションがありますとかそういう用事がある時以外は私黙っても別にあの放送事故とかいうことなく別に黙ってもいいんですけれどもね。なんか4秒以上黙ったらいかんとか言ってラジオとかでもなんかそんなのあるんでしょう。そんなつもりで結構喋ってしまうんですけれども、はい、権現湖パーキングエリア 36.2 キロポストあたりですね。かなり大きいですね、パーキングエリア。ガソリンスタンドがないからパーキングエリアと言ってるだけで、あの大きさから言うとサービスエリアぐらいの大きさはあるかもしれません。ガソリンスタンドがないっちゅうだけで。今の権現湖のパーキングエリアからしたら、西宮ラジオのサービスエリアなんかはかなりちっちゃいんで、あそこはガソリンスタンドがあるから一応サービスエリアなんですけど、こっちの権現湖のパーキングエリアの方が大きいかもしれないですね、敷地面積だけで言えばね。 37.2 キロポスト、13時17分になりました。山陽道ね、広島とか岡山とかその辺まで行かれるようでしたら、こういったお盆とかこの帰省ラッシュみたいな、このこういう時期ですね、お盆正月みたいな、そういう大渋滞が予想される時はこっち走られた方がいいかもしれないですね。加古川バイパスとか姫路バイパスとかはただなんですけどね、高速道路じゃなくて一応国道2号線のバイパスなんでただなんですけれども、まあお金払ってもこんだけスイスイ空いてる道を走れる方がいいんじゃないかと思うんですけどね。もういつの間にか加古川市に入ってますね。加古川市もこれ加古川かな、この川、違う、川じゃないか、これ池ですね。東トンネルが 740m、 北インターが 1.2 キロ先です。40キロポスト、神戸ジャンクションから40キロ北ということですね。
加古川北インター出口 40.9 キロポスト、41キロポストで加古川北インター出口です。13時20分になりました。この先合流があります、注意してください。同じく13時20分で加古川北インター入り口、あ、21分になってしまいましたね。41.3 キロ、41.4 キロポストで加古川北インター入り口合流です。四方西トンネルが 1080m、本来の制限速度を守ってる車っていうことで、これ抜いていく車相当オーバーしてますからね。これ山陽姫路東まで7キロ、姫路西まで20キロ、岡山まで103キロでございます。 43.2 キロポスト、では煽り運転の話をして、ちょっと説教臭い話をして、そしてつい先ほどは世界経済とか新型コロナウイルスの話をして、ちょっと面白い話っていうのはないですね、さすがにね。最近
夜間閉鎖が9月7日から10日まで3日間ぐらい夜間閉鎖するみたいですね。山陽姫路西から姫路西バイパスの方にっていうことかな。ちょっとどの区間かは分かりません。に八丁間に山陽姫路東まで来ました。私の目的地は山陽姫路西です。あ、さっき10日までって書いてたけど、こっちの今の看板には12日と書いてました。そして黒いフェラーリ、つや消しのドラッグかな。フェラーリにしておとなしいよな。ちょっとガオーっていうね、スポーツするかと思うんですけど、満タン道に接続しますね。帰りは万丹道を通って姫路バイパスから阪神高速入るぐらいまでをご案内できたらいいかなと思いますけれども、ちょっと交通情報次第ですけど、同じ道で帰るかな。それか同じ道で帰ったら渋滞はないんですけど、ね、面白くないんですよね。山陽姫路東万丹道に接続いたします。 49.7 キロポスト、 49.8 キロポスト、13時28分です。山陽姫路東インター、50キロポスト、ここにカメラがございます。50キロポストのところに速度の取り締まりのカメラがございました。 50.1 キロポストで山陽姫路東インター入り口との合流がございます。13時28分、11キロ、辰野まで18キロ、岡山まで95キロです。市川という川を渡ります。橋の長さ360m。 この市川312号線か、この下を走っている国道が、今更ながらもう1時間ぐらい撮影してるかな、今更言いますけれども、
今日乗ってる車両は大型トレーラーです。走行距離386,078キロ、新車から 2,3 年ぐらいですね。最新型ではないんですけども、うちの会社で3番目ぐらいに新しい車ですね。広峰山トンネル
鳥パーキングまで2キロ、辰野西のサービスエリアかな、14キロです。59.8キロポスト、まもなく60キロポストですね。はい、60キロポスト、13時37分。神戸ジャンクションから60キロということです。ご視聴ありがとうございました。